落語昔話下切りすずめ。むかしむかしおじいさんが山で焚き木を背負って歩いていると、チュン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 鳴き声が聞こえてきます。小さな小スズメが切り株についたご飯を食べていました。はあ、お腹を空かせているんじゃな、こらかわいそうにな。小スズメをうちに連れて帰りますと、おばあさんは、んーな小スズメにやる餌はない、いやいや、わしの飯をあげるがな。おじいさんは小スズメにチュンコと名前をつけて可愛がりました。チュンコはおじいさんが出かけようとすると飛んできて、チュンチュン、おじいさん、行ってらっしゃいと挨拶をします。もう可愛くて可愛くてたまりません。あー、チュンコや、今日はな、山奥まで行くから帰りが遅うなるで。はい、どうぞおじいさん、お気をつけて、チュンチュン。お昼になりましたが、意地悪なばあさんはチュンコに何にも食べ物をあげません。我慢をしていると、おいしそうな匂いがしてきました。さて、洗濯物に糊つけようかいね、とおばあさんは糊の入っているすり鉢を見てびっくりしました。チュンコが糊を食べています。こら、行儀の悪いスズメじゃ、大事な糊を食べたな。おばあさん、どうぞ許してください。うん、許す、ダメじゃ、お仕置きじゃ、食うしてやる。ハサミでチュンコの舌を切ってしまいました。チュンコは泣きながら空へ飛んでいきます。夕方、おじいさんが帰ってくると、チュンコはどこにもいません。あのスズメはな、もうおらんぞ。のり食べたんでな、舌切ってやったら逃げていきよった。そんな、なんてかわいそうなことしたんじゃ。おじいさんはその夜、チュンコが心配で心配で眠れません。朝になり、おじいさんはチュンコを探しに出かけていきます。チュンコや、どこにおるんじゃ。チュンコや、出ておいで。川で牛を洗っている人に、ああ、下切りスズメを知らんかいね。山のふもとの竹やぶに行きゃ、スズメのお宿が見つかるで。ほうきにありがとう。竹やぶまで歩いてくると、スズメのお宿はどこじゃいな。あ、チュンコはどこじゃいな。チュンチュン、おじいさん、ようこそいらっしゃいませ。あ、チュンコや、無事やったか。会いたかったぞ。スズメのお宿まで案内されると、スズメの大家族も大喜び、ごちそうを勧めてくれました。チュンコの舌の傷も治っていたので、おじいさんはほっとしました。たくさんのごちそう、大きにありがとう、おいしかった。あ、そろそろ帰るとするか。チュンコは二つのつづらを前に持ってきて、大きいつづらと小さいつづら、どちらかをお土産に差し上げます、チュンチュン。そうか、じゃあ軽い小さなつづらをもらいましょう。小さいつづらを背負ってうちに帰り、蓋を開けてみると、金貨や宝物がどっさり入っていました。はあ、こらお宝がいっぱいじゃ。
わしが大きなつづらをもろうてきてやろう。おばあさんはおじいさんが止めるのも聞かずに出かけていきます。竹やぶの中で、スズメのお宿はどこじゃ、どこにあるんじゃ、叫ぶとチュンコが出てきました。おばあさん、どうぞお上がりください。いやいや、わしなすぐに帰るんで、お土産をくれ。チュンコは大きなつづらと小さなつづらを持ってきました。わしゃな力持ちやからな、この大きなつづらをもらいますで。おばあさんは大きなつづらを背負って歩き出しました。こんな重たいの宝物が牛さん入ってるに違いないわい。山道まで来ると重くて重くて我慢ができんようになり、道端に腰を下ろしました。するとつづらの蓋がパッと開いて、中からは化け物がザラ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 次から次へと出てきました。欲張りばあさんはお前か、意地悪ばあさんはお前か。おばあさんを追いかけていきます。もうおばあさんは夢中でうちに逃げ帰りました。怖い思いをしたおばあさんはその日から欲張らず意地悪もやめて、おじいさんと仲良く暮らしましたとさ。